ポポンポーンとまあ、それにしてもね、まあ、今日は、あの、小泉進次郎さんと、えー、滝川クリステルさんが、えー、結婚されるっていうね、<laughs> まあまあ、まあまあ、それはそれでね、おめでたいんじゃないのかなと思うんですけども、やっぱまあ、あの、僕の関心としては、やっぱり明日、えー、告示される埼玉県知事選のね、まあ、これがどうなるのかなと、 えー、っていう中で、昨日は、ま、大きな動きがあって、それは何かというと、あの、高田邦子さんという方がですね、まあ、熱中症で、えー、入院されたということで、まあ、今日の東京新聞に書いてるのはですね、まあ、不出馬になったということがね、まあ、これが大きいなと。ということは、えー、自民公明が、 えー、オスですね、青島健太さんっていう方と、えー、んで、この、今の現職のね、上田知事の後継候補となる、えー、大野元宏さん、えー、っていう方がですね、まあ、あの、のこの一騎打ちになるということで、これがもう、構図がガラッと、 え、変わってしまったということがですね、もうこれが興味深いなと。えー、んで今日の日韓現代にはですね、あのー、この情勢調査、自民党の情勢調査、えー、についてのことが書いてあるんですけども、まあ、6月に、えー、自公のね、青島健太さんが出馬表明した時っていうのはですね、えー、大野さんと河田邦子さんに対してトリプルスコアの大差をつけていたと。 えーまあ、それがですね、先週末に自民党が行った調査では、青島さんと大野元博さんの差が9ポイントまで縮まっていたとまあ、いうことでね、まあ、これ、高田さんも入れてですから、それで高田さんがあの抜けたということになると、これが本当にね、まあ、大野さんにとってはプラスの材料になるんじゃないのかなと。 えー、というのは思うと。まあでも埼玉はね、自公もね、結構あの、参院選の時、票を取ってて、まあただ野党もですね、まあ共産党のね、あのー、えー、伊藤学さんが当選するとかですね、まあ野党もそこそこ票を取るんですよね。だからまあ本当に接戦になるというかですね、まあ大野さんが逆転勝利してもおかしくない情勢になってきたのかなと。 えー、いうね、本当に、あのー、まあ、注目すべきかなと、明日から始まる埼玉県知事はね。まあ、ほんでも、当然、あの、もちろん、あの、えー、令和新選組の山本太郎さんも応援には入る可能性もありそうだというふうに書いてて、まあ、ほんとこれで勢いつけてほしいな、というのはね、思いますね。まあ、これで勢いつけて、まあ、次のいつ、まあ、ま、来年、 再来年か分かりませんけども、衆院選に向けて、えー、あの野党共闘で弾みをつけると、本当にのこれはちょっと面白いなというのは思いますね。うんまあ、ただね、あのまあ現職の上田知事が、まあ、あの大野元宏さんを全面支援というか、 あの、してるんですけども、ただ、この現職の上田知事もですね、まあ、10月に、えー、大野さんがね、あの、参院選を、参議院を辞めたことで、今回知事選が行われるんですけども、そのための補選というのが、10月に行われると。で、まあ現、現職というかね、上田知事としては、あのー、 知事は、えー、自公の青島さんに譲ってですね、ほんで、自分は、えー、参院補正に出てですね、あの、また議員として続けたいと。えー、いうね、なんかことが、なんかちらっと、あの、どっかに書いてあったと思う、どっかのニュースにね、書いてあったと思う、そういう思惑があるんでね、まあ、全面支援って、どこまで全面支援なのかなと思うんですけども、ただ、まあ、いろんなね、あのー、 えー、まあ、期待はできるんちゃうかなと。河田さん、河田邦子さんが抜けたことによってね。うんまあまだ本当にまあ最後の最後まで、まあ野党の場合はね、野党の場合は特にも最後の最後まで頑張るしかないと。 えー、何やかに言ってもね、圧倒的な権力のある与党の方が圧倒的に強いっていうのはね、これはもうあるわけですから、まあ、ただ差が9ポイント差と、あの、3人追った時は9ポイント差ということで、まあ、9ポイント差っていうのはどれぐらいの差なのかなっていうのは、えー、大体、 大体この埼玉県知事選の投票率が30%ぐらい、えー、前回では30%未満だったんでね、だ、え、い、ー、大体その有投票者数が多分170万人ぐらいかなと。えー、その中で9ポイントの差ということは多分、ま、10、10万ぐらいの差がね、あの、今空いてるぐらいに考えてた方がいいのかなみたいな思ったまあそれはわかりませんけども、 えー、まあとにかく、あのー、これがね、なんか20万ぐらいっていうか、まあ、10万ぐらい取ったらイーブンになるんじゃないですかね。なんとなく思うんですけども。えー、間違ってたらすいませんということで。<laughs> まあまあ、だから、決して抜けない数字ではないと思いますね。えー、9ポイント差からさらに小田さんが抜けたこ,のことによって、さらに差が縮まってる、えー、可能性が思われるわけでね。うん ま、そこまで行くとね、本当に、あの、なんて言うんでしょうかね、あの、今からガッとね、明日からもガッと行けばですね、本当に、えー、大野さんが行ってもおかしくないのかなと。まあ、今までこの自民、公明というのはもう圧勝できると。 踏んでただけにですね、あの、あんまこう、動きっていうのがね、まあ、参院選直後というのもあって、まあ、野党もそうなんですけども、まあ、どこまで選挙運動をね、えー、頑張れるのかなっていうところはあると。まあ、今暑いですしね。うん、だから、ま、本当に、まあ、ここはね、いけろと、勢いが出てきたなと思ったほら、やっぱりその野党の方に、 えー、いいね、あのー、流れになるんちゃうかなと思うんでね。やっぱ勢いつけた流れ、そういう流れを作っていくっていうのが、えー、僕は大切なんじゃないのかなと思いましたけどね。まあまあ頑張ってほしいなと。チャンネル登録よろしくね。